キニーシスの代表的な製品、キニーシスコンデスキーボードキニーシスは、主にキーボードなどを製造、販売している米国の企業。下記のような人間工学に基づいて設計された製品を販売している。現行モデルのアドバンテージに従来の一般的なキーボードの配列はタイプライターを元に設計されているため、それぞれの列がレンガの塀のように少しずつずれているが、 電気的なスイッチの集合であるコンピュータ用キーボードではその必然性がない。コンデスキーボードの配列は歴史的な経緯を引きずらずに人間工学に基づいて設計されたエルゴノミクスキーボードである。キーはどんぶりの底のようなくぼんだ形状にキーがそれぞれの指の長さに合わせて立体的に配置され打鍵するための移動距離を最小限としている。またエンター。 スペース、コントロール、オルタネート、デリート、バックスペースキー等、頻繁に使うキーが、従来のキーボードでは活用されることの少ない、親指で押せる位置にあり、入力効率を高めている。ホームポジションの8つのキートップは、形状と色が他のキーと異なり、ホームポジションマーカーの役割を果たしている。ファンクションキーなどの最上段の列以外のキーは、 ZF エレクトロニクス製のメカニカルスイッチである、チェリー MX 茶軸、またはチェリー MX 赤軸が使用されている。後に、静音型のピンク軸も追加された。内部に書き換え可能なフラッシュメモリを備えており、クワーティ配列とドボルザーク配列を切り替えたり、任意のキーをハードウェア側でリマップすることが可能である。この他に、 キーボード単独で入力可能なマクロ、キー配列に階層を持たせるキーパッドレイヤー機能がある。専用のフットスイッチが販売されており、踏んでいる間だけ数字キーを有効にしたり、本体と同じようにハードウェアレベルでリマップができる。コンデスキーボードから物理的な形状は変更されていないが、USB への対応など内部の制御マイコンを変更するなど、 マイナーチェンジを継続しており、2020年現在は改良型のアドバンテージ2が販売されている。当初は英語配列のみだったが、日本の販売代理店が開発に協力した日本語配列モデルも登場した。キートップの印字は、初期のモデルは二色成形によるものだったが、現行モデルはシルク印刷による印字に変更されている。 他にも一部の部品やケーブルの脱着機能等が省略されるなど低コスト化がされている。利点は多いが、一般的な自国人の平均的な手の大きさに合わせて設計されたためか、日本人にとってはサイズがやや大きく、一番上端にあるキーを押す際にわずかだが、パームレストから手を浮かさなければならない人もいる。 テンキーレスであるが筐体中央にあるキーのない部分がテンキーと同等の大きさであるため奥行きはフルキーボードのみで横幅はやや狭い程度である。また高さは約7.5センチメートルと通常のキーボードよりも高いため設置にはかなりの空間を必要とする。チープなファンクションキーはエルゴノミクスとは言い難くファンクションキーを酷使するようなユーザーには不向きである。 ただ、ファンクションキーは、その存在意義に疑問を呈す意見もあり、互換性のために搭載したとも考えられる。国内に正規がいる点はあるが、展示している実店舗が極端に少ないため使用が難しいこと、比較的効果であることも欠点と言える。記念室のキーボードは、タイピストやプログラマーなど、長時間タイプしている人、反復運動型損傷のような怪我に対する高い。 リスクがあるか苦しんでいる人によって使われる。またハードウェアレベルでドボルザーク配列に対応しているためドボルザーク配列に慣れ親しんだ人の選択肢にもなっている。ハーバード大学医学大学院教授である分子病理疫学者の荻野修司はキニーシスのキーボードを愛用しドボルザーク配列に独自に改良を加えたマダファイドドボルザークを開発。 仕事の効率化に成功したと述べている。親指シフトの専用キーボードではないが、親指の位置にページアップなどのキーが複数あるため、スキャンコード変更ソフトと組み合わせることで代用品とすることができる。マルトローンは類似した形状のキーボードを販売している。格子上配列には NEC の M 式用キーボードやタイプメトリックスなどがある。 またミュートロンキーボードのように右手用キーと左手用キーでズレを逆にし完全な線対称のキー配置としたキーボードも存在する。また2010年代頃から基盤から自身で設計するオリジナルのキーボードを作るという文化が徐々に勃興し始める。日本でも2016年頃からこういった文化が徐々に広がり始めるがその中でもエルゴドックスを始祖とする。 セパレートタイプのキーボードはそのキー配置などをはじめ、キニーシスの影響を大きく受けている。入門機的な扱いであるエッセンシャルモデルにはリマップ機能がなかった。エジクン技研技術担当のブログ、アドバンテージに日本語配列モデルの開発その1、日本語配列のキーを出力するため左下にキーを追加している。パームレストは手を休めるときに使い、 タイプ時には手を浮かせることが推奨されているが、パームレストパッドも販売されている。HHKB 開発の経緯、個人用小型キーボードへの長い道、日本の代理店では来社しての体験や貸し出しを行っている。国内での最安モデルであるアドバンテージ2の価格が約38,000万円。HTTP オギノンペ、ラブ、ダナファーバー、ORG。 プリンシパルインベスティゲイター HTML2015 年3月14日、閲覧 Atok12 との組み合わせにより快適な日本語入力を実現するエルゴフィットキーボードの発売についてありがとうございます。